おはようございます、ジムです。今日はなんとあつ森にショッピングモールができたということでチェックしていきたいと思います。その噂の正体はこちらです。じゃじゃーん、あつ森薩摩半島ということで、あつ森プレイヤーの方が200人以上集まってグランドオープンしたショッピングモールサイトでございます。このサイトを見てみると、じゃじゃーん、さまざまなショップが2階、1階、3階と4階建てプラス屋上のエリアに立ち並んでおります。ショップリストを見てみると、なんとカテゴリー別にお店を見ることもできるし、1階、2階、3階、4階、屋上とフロアごとに見ることもできます。じゃあまずどうしようかな。1階のサイクルフォレスト西口東口店、こちら行きましょう。お邪魔します。うわー、ベン君が自転車を売ってくれてますね。2階には落とし物店。え、すごない？これあつ森ですか？松ぼっくりとかタイマーとかも落とし物として飾られている。あ、豚チョキが。いや、この落とし物の尾のさ、点が落ちているこのロゴも素敵すぎるんですけれど、あつ森に来てくださったお客様の落とし物を展示しました。なんでここで落としたの？誰の落とし物だろう？そんな落とし物が語る物語をお届けしますと。このお店気になりすぎる。訪問した証に訪問ボタンも押すことができます。なになに、どういうことなの？ということを説明いたしますと、こちらは集まれ動物の森で作成された画像を皆様からお預かり、ショッピングモールの公式サイトのように掲載したサイト、集まれ動物の森2周年記念のお祝いと日頃の感謝を込めて制作されたそうです。なんと店舗数241件も並んでいるということで、ジンはこの情報を知った時に、なんて素敵なファンアートなんだと思いました。あつ森が大好きな人たちがたくさんたくさんお店を出しているんですよ。もちろんね、島作りや部屋作りの参考になるものばかりだし、眺めているだけでも楽しいんですけれど、ちゃんとお店一軒一軒に細かい設定があって、画像を見るだけではなく、どんな思いが込められているか作者様の一言も添えられているところも非常に魅力的だなって思います。また作者様のツイッターなどが紹介されていたり、 SNS にシェアしたりすることもできます。ジンブが一番好きなのはやっぱこういうカテゴリー別でお店を見れるところですね。普段のツイッターとかではこういう風に画像を見ることができないので、まずまとまっているところもいいんですけれど、もう本当にあたかもお店に来たかのような、リアルなショッピングモールに来たかのような体験が味わえて最高。待って、ドラッグストア、あつ森清気になりすぎる。あつ森清っていうネーミングがね、最高すぎますよね。すごっ。これ、マイリザであつ森清作ったってこと？うわ、クオリティの高さもすごいし、あ、コンセプトポスターなんかも貼ってありますね。店長のアランくんがロゴになってるの最高すぎません？園芸店、かくれんぼ、お店の名前一つ一つも非常にこだわり抜かれてますよね。ゆず専門店ゆず太郎、星空雑貨オリンパス、うわ綺麗、うわ照明を消してより綺麗な空間が作られていて、さらにお店への思いも込められています。雑貨、なぎに、レトロチックで可愛い、闇の国ファンタジーギフトゲート、うわミッチェルくんがキラキラした空間から一転、少し闇の深いエリアに誘われる感じかな。闇の世界へ、おじグッズも多数揃えてます。気になる。実際に店に行ってみたいっていう方は、本店所在地が掲載されている場合は、もしかすると夢の中で覗けるかもしれません。ただ注意点として、必ずしも再現された部屋が島の中にあるとは限らないことをご注意くださいとのことでした。ジム、本屋さんも行きたいな。うわ、本屋さんだけでもこんなにたくさんある。ことぶき古書店、味が深いですね。あ、ことぶきさん働いてる素敵すぎませんか？中には掘り出し物もあるとかないとか、雰囲気良すぎ。音楽も気になるな。ケケレコ、うわーすごい、あすごい、トタケケのポスターめっちゃいい。ノーミュージックノーライフ。あのレイアウトもささることながら、写真の撮り方もうまいですよね。おすすめされてるわ。待って、これもすごい、島森楽器だって。これマイデザインでギター書いてるってこと？すごすぎませんか？
うわジェシカちゃんがギター見てるんだけど。ジェシカちゃんロック超似合いそうだもんね。代表が住民さんの名前が入ってるところもめちゃくちゃリアルで楽しい。リラクゼーション、うわサウナまであるんですか。うわすっごいいい雰囲気だし。あポストありますね。お買い物の合間に一休み、ゆっくり自分の時間を楽しみませんか。いや結構巡ってね疲れてきたからちょっとゆっくり休ませてもらいましょう。その後グルメご飯食べに行こうかな。スーパーもある、バーとかもありますね。チョコレートショップ、色合いめちゃくちゃ可愛い。アデレードちゃんによるチョコ専門店、ピンクと茶色の色使いが素敵すぎますね。なんと料理教室まで開かれていると。ジムでもできるかな。家具家電、待ってこれ気になりすぎる。アップルショップあるんだけど。ジムはアップル信者なんですよ。アップルパソコンだし、アップルスマホ、 iPhone だし、 iPad だし。うわすごいこの札を使って iPhone ちょっと待ってすごすぎてうまく喋れない。ポップアップを使って iPhone 展示されているところがすごすぎた。びっくりした。この発想はなかった。アップルが店長の某有名家電直営店いやなんか本当にさ、リアルの世界をあつ森で再現されたみたい。あつ森の世界観がめちゃくちゃ広がりますね。お買い物してるだけで。いやでもね、一個言いたいのが、めっちゃ破産しそう。これお買い物してると破産しそう。え、2森あるんだけど。2森。ちょっと待って、ニトリって書いてあるやんけ。2森って、2森にしとけ。あなたの欲しいはいつもここに、お昼の模様替えも思うがままに叶えます。素敵。つぶまめがね、店員やってるんですね。コスメショップ、ポーラ&ジョー。あ、面白すぎる。みんなすごい本当にさ、様々な工夫が凝らされていて、写真ももちろんなんだけど、画像加工とかのこだわりもね、すごく楽しいです。その他、ATM コーナーまで完備。いやー、これは破産だな、もう。初モールでお買い物したら、明らかに破産だな、もう。コスプレイヤー御用達ファンタジーグッズ専門店。うわー、なるほど。そんなマニアックなお店まであるんですね。すごい雰囲気いいんだけど。衣装を借りてスタジオで記念撮影もやってる。うわ、写真館もある。すごい雰囲気。いや、もう本当にいろんなお店がずらっと並んでいて、ショッピングモールにお買い物しに来た気分に。なれるし、松森でもまだまだこんなにたくさんの表現ができるんだってことを知れる、素敵すぎるお店で、もう感動まみれでした。あ、知れ行こう。いやなんかね、本当に200件以上あるから、あ、こんなお店もあったんだみたいな発見も、なんかリアルなお買い物感があってめちゃくちゃ楽しいんだよね。コンセプトポスターも素敵。さらにね、映画館とかもあるみたいです。モーリーブラザーズ、1番シアター、2番シアター、レンタルシアター、受付販売所もあって、上映作品がずらっと並んでます。でシングシング気になる。それは人生を変えるステージ、ちゃんと上映時間も書いてあって、まあ、実際見れるやつと見れないやつがあるのかな。いやでもなんかポスター1枚でこの映画が面白いことがもう伝わりますよね。一部はちゃんと再生もできるみたいで、予告映像、2021年3月、フェスを開いたということで、そちらの情報もねまとまっているらしいので、よかったらチェックしてみてください。この映像作品もすごすぎる。からのアクセスガイド、ちゃんとねアツモールに来た時に迷わないために、お車でお越しのお客様への配慮、立体駐車場のしまくり、部屋くりか、すごすぎるよ。で3時間無料アツモール内のお買い物2000ベルで、さらに2時間無料サービス買います。2000ベルは超えるっしょ。新幹線でお越しのお客様用の駅もあります。電車まで、いや本当に楽しい。お買い物をぜひアツモールで皆さんも体験してみてください。注意点として、集まる動物の森のねクリエイターさんを傷つける行為は禁止です。こちらに書いてある注意事項をよく読んでお楽しみいただけると幸いです。でここで皆さん、隠し情報です。実はアツモールには不思議な入り口があるそうです。はて、アルツモールにそんな入り口はないと思いますが、でももしかしたらその入り口を望む者だけに開かれる扉があるのかもしれません。これね、ジムめちゃくちゃ気になったんですよ。で探しちゃいました。
ヒントは運営者のハラペコ青文字さんがツイートされていたので、よかったらそちらのヒントを元に探してみてください。モザイク気味ですが、こんなフロアも見つけちゃいました。いや、こういう遊び心も大好きすぎます。ショッピングモールは今のところ8月31日までの出店となるそうなので、ぜひ皆さん早めに訪れてみてください。概要欄にリンクを貼らせていただきます。ジムはこれを見た時、本当にあつ森の表現力もすごいけど、あつ森が好きって言って集まってきた人で、こんな大きなお店を作り上げることができた、そしてそのお店を通じてつながった仲間たちがいるっていう事実にすごくすごく感動したので紹介させていただきました。運営されているシドさん、そしてハラペコアームジさん、アツモールに出店されているすべてのプレイヤーの皆さん、本当に素敵な体験をありがとうございます。今これからもアツモリをもっと楽しむ情報をお届けしていくので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリもよろしくお願いします。それではジムでした。バイバイ。